皆さんこんにちは、みほっぴーでーす。みほんでーす。歌いたい歌をワンコーラスうまく歌うためのポイントをまとめた動画になってます。本日持ってきました楽曲はあいみょんさんのハートという曲です。イエーイ。やよいよい現在放送中の婚姻届に判を押しただけですがというドラマの主題歌になっていて、あいみょんさんって一回書いた歌詞を書き直すことってあんまりしないそうなんですけれども、この曲は、ま、あの何度も何度も歌詞を読んで歌ってみて書き直してと完成した楽曲になっていて、結構こだわられた曲になってるみたいこの曲すごい好き。あー、本当ですか。よくない？すごいいいです。なんか落ち着きません？うん、なんか切ない。すごい。そうなんですよ、この曲ちょっと練習してきてみたんですけど、なんか物足りないんですよ。毎回毎回いつも物足りなくない？毎回物足りてないとにかく天下を取ろうと思ってるんでちょっと練習してきたということなので、まず歌ってみてもらいましょう。はい、ちょっとメイクは不安で伝えることが難しいこと、近くにいればいるほどなんだか胸が痛い。眠たい夜に眠れないこと、予測できない帰りを待ってる私がいる。一つになるたび期待すること、近くにいればいつかは待ってる。やばい時間見すぎたりそうと現れたこと、私の隅で小さく高鳴ってる。未来がなくさよならは嫌、わがままかしら、ただあなたのあなたの心を奪えたら。寒さに負けないようなぬくもりであなたのことを温めてあげられる。自信のある恋ばかりじゃないけれど、私のこの目に嘘がないこと分かってほしい。きっとこれは恋の始まり。ありがとうございます。なんかさ、すごい楽曲がすごいシンプルじゃないですか、はい、シンプルだからこそすごい歌詞が入ってくる感じがする。だからあったかくなる本当ね、はい、あの感じと切なくなる感じ、はい、もうこの季節にぴったりな感じだし、はいはいはい、あとこの曲を歌いたいっていう子は多いと思う。あ、うん、なんでかっていうと、やっぱね、その歌いやすさはあると思うんですよ、はいはい、なんか今まで歴代やってきた、はい、あの、はい、曲に比べると、はい、だから歴代やってきた難しい曲とかはさ、挑戦してみたいみたいな感じだ。でもこういう曲は歌えそうな感じがするっていうところで、はいはい、人気な秘訣なんじゃないですかね。あ、なるほど。まずね、 A メロ、本当に驚くほどシンプルです。語尾をポンポンって切っていく、ほうほうほう、基本的に。だけどあいみょんさんの歌い癖のさ、ルーみたいなのあるじゃん、はい、下がって上がるみたいな、はい、このなんかこれも出てくるんだけどでもね、A メロはほぼ一箇所ぐらいしか使ってない。はいはいはい、はい。一箇所かな、二箇所、一箇所かな。で、ウィスパーボイスで歌うっていうのがポイントです。原曲を聴いてみて、はい、語尾に注目。語尾。この語尾さ、私がーなんだね。はいはいはい。私がーとかじゃなくて、私がーだっていけない。私がー、私がーだっていかない。私が、私が、そうそうそう、あ、なるほどなるほどなるほど、そうそう、なんかこう結構まっすぐ歌う感じだね、母音も抑揚つけずに、はいはい、この一つになるたび、るたび、一つになるたび、よで、眠たい夜もそうだったね、飛ばしちゃったけど、眠たい夜に眠る、そう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 、これ好きかも、これ好き、ルー好きかも、ルー好きかも、ルー
理想と理想と理想と大好きだわここ。未来がなく未来がなく、そしてやっぱ B メロ、はい、B メロからこれあのあれですよ、バックナンバーさんの時に出てきた、はい、あの、はい、A とかなあとかいう、はい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 、こうやつ、はい、入ってきますよ。さよなら、さよならは、そう、さよなら、さよならはいや、なるほどなるほどなるほど、はい、よし、の、はい、さよならはいや、あいやいやいや、わがままかしら、そこもなんですね、そうです、さよならはいや、わがままかしら、いいねいいねいいね。ここで、あ、ただあなたのーで切って、あなたの心を奪えたらーだね、はい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 、ただあなたの、あなたの心を奪えたら、オッケー、まあ、イエーイ、嬉しい、うまいじゃないか。そしてサビが、あのあいみょん節が炸裂するんですよ、はいはい、とーみたいな、 あれがこのマーク、そう、この目もすごいですね。ここに出てもらう、ね、これよくあのレッスンの時やるんですよ。すごいですね、うんうん、これ見ながらならいけるんちゃうかと思ってしまいますね。楽しいでしょ、はい、嘘がないことのとか切るとか、はいはい、あと温めてとか、この目にとか、なーとか、まっすぐだよっていうね、はいはい、部分で、そして分かってほしい、ここのフェイク、はいはい、ね、分かってほしい、そうです、これね、なんかこの曲ね、油断してたら結構基本的に高いじゃん、はいはいね、これここも結構高いからさ、今リオンはさ、はい、歌唱力お化けだから、なんか鼻歌のように歌えてるけど普通にそれ見て普通に出すと結構高いから、はい、でしょ、ちょっとやってみたらろう、いいね、無理無理無理、あ、でも歌えてる、あアロのスーパーハイトーンボイスだもん、ね、あーなるほど、得意な人しかいないよ、ね、細かいから、難しい、そう、みんなでやってみるか、3はい、3はい、3はい、自信のある恋ばかりじゃないけれど、私のこの目に嘘がないこと分かってほしい、イエーイ決まったぜ、そうです、そうです、そしてきっと、きっと、きっと、そう、恋の始まり、恋の始まり、そうそうそう、で、リーも、リー、うんうん、ちょっと最後にスンって感じですね、そうそう、これもあいみょん節ですね、そうそうそう、こんな感じでサビ頭から歌ってみます、はい、寒さに負けないようなぬくもりであなたのことを温めてあげられる、自信のある恋ばかりじゃないけれど、私のこの目に嘘がないこと分かってほしい、きっとこれは恋の始まり、うそ、本当ですか、本当ですか、これさ、はい、始まって以来の100点かも、ね、嬉しい、やっと、ね、いつも諦められるのに、うん、いやこれはいいね、うん、おー、歌いやすいんすかね、そうかも、おー、うん、で、なんかね、あいみょんってやっぱさ
なんていうの、印象的にちょっとこうあの低めの声みたいな印象ってあるじゃん、うん、なんかこう、はいはいはい、でもよくよく聞くとやっぱり結構高い声で、あと鼻腔に全部入ってるので、うん、この曲だからかもしれないんだけど、うん、でもなんかそんな感じがリオにも合ってるの。おー嬉しい、ちょっといっぱい歌おう、はい、うん、はい、似合ってますよ。似合ってますか、はい、今日のレッスンをもとに、はい、あの練習して歌ってきますんで、ぜひあの動画の最後に流れますんで最後まで見てもらえたらと思います。チャンネル登録もお願いします。いいねもたくさんいい、ね、お願いします。そして何か曲のリクエスト等ありましたらぜひコメント欄に書いてください。オンエアした時コメント欄貼り付いてますもん、ね、ずっと貼り付いてます。まだ誰も来へん。2件やな2件やな3件目来へんなみたいななってますね。これからね、これから頑張っていきましょう。はい、よろしくお願いします、はい、というわけで今日も最後まで見てくださってありがとうございました。ありがとうございました。ではでは。難しいこと近くにいればいるほどなんだか胸が痛い。眠たい夜に眠れないこと予測できない帰りを待ってる私がいる。一つになるたび期待すること、近くにいればいつかは待ってる。やばい時間見過ぎたりそうと笑われたこと、私の罪で小さく高鳴ってる。未来がなくさよならは嫌、わがままさに負けないようなぬくもり。